はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、連日の新型コロナ騒動でのね、マスク問題なんですけども、あれですね、まだそのマスクしてない人まだいますよね。先日その病院のね、通院の時にね、病院に通院っておかしいな、変な日本語やな通院の時にね、その、まあ、同じようにその外来、僕みたいに外来に来られている患者さんの中でもね、8割の方はねマスクされてましたけども、そのまだ2割ぐらい近くの人がねマスクをせずにいてるからね、いやこの人ら怖くないんかなってね、ちょっとこう思って、まあ、僕も待ち合いに座ったんですけども、まあ、その動画撮るのにね、その病棟にエレベーターで上がるんですけども、そのエレベーターの中でも一人だけその若い男の人だったんですけども、あのマスクをしてませんでした。でまあ、この人も怖くないんかなってこう思ってたんですけどね、まあ、って思ってたんですけども、どうやらそのマスクを持ってないではなくて、その多くの人が買ってないんじゃなくて買えない状況なんですよね。まあ、これはね、その患者さんや一般的な人だけじゃなくてですね、そのまあ最前線で働く医療関係者にも十分行き渡ってないと、あのこの前 WHO の記事でね書いてありましたね。まあ、その僕の行ってる病院ではですね、その窓口の人らやその案内の人とかもね、看護師さんらはもう全員マスクをしてました。あの大学病院なので、あの研修生のね学生さんらもですね、実習生かのね人らもその皆さんマスクをねしてましたね。まあ、100% マスクやったので、まあ、安心できましたけどね。でも外からね来る患者さんらが感染することもねありますから、まあ、気は抜けないですよね。そのもらったりねしたらね元も子もないんでね。あとまあその WHO に他にこんなことも書いてました。WHO は個人防護用品の需要は、通常に比べ最大100倍、価格は、20倍になっていることがあると分析したと。インターネットでマスクなどが高額出品されているケースも目立つ、ね、書いてましたね。まあ、これはねコメントでもねいただいてびっくりしたんですけども、その100均のマスクがですよ、メルカリで10倍の値段で売られたってね教えてくれましたね。まあ、その以前のね動画でもお話ししましたけども、そのマスク作ってる工場がね、ガシャンガシャンってこう作ってる工場がですね、そのいつもの10倍の仕事をしないと間に合わないし、で知っても間に合うようにその10倍のペースで働いてもどんどん注文来るし、でそれでも待ってもらわなあかんっていう状況にあるらしいんですよ。いやー、あー大変ですよね、ほんまに。でそのいつもの10倍の仕事やれって言われたらね、できます？僕はね、お前は10倍でやれってこう言われますけど、そのまあ皆さんはその10倍の仕事量なんてね大変ですよね。でもそれぐらいマスクをね作ってやっと皆さんの元に行き届くわけですから、そりゃマスクを買えないしできないしつけられへんっていう人がねいてるわけですよ。まあ、そんな人らでもね、まあ、ちょっと面倒くさいんですけども、あの、まあ、例えばなんですけどハンカチでね、あのタオルとかでもいいんですけど、それで押さえておくだけでもね、まあ、少しは自分の身を守ることができると思います。あとまあマフラーとかねスカーフとかもね、まあ、何かしらでそうカバーできたらほんまにマシやと思います。まあつけるの今日も忘れてたな、これねマスクなんですけども、しっかりここを持って、このね見えるかな、マスクのこの紐あるでしょ、紐がついてる、表裏ってあるんですけども、マスクの紐が、外、マスクの紐ついてない方が中、紐を外からこう外から入れるようにね、しっかりこの横を
こうかぶせるようにつけると、こういうふうにつけると、これが正しい付け方ですよっていう風に、朝ね、大阪のキャスターで有名な人、辛坊さんって言うんですけど、その人のね、ニュースでやってましたね。まあそのほんまにその、まあ、マフラーとか先ほどもね、ハンカチとかで言ったんですけども、そのマスクはほんまにこうやってつけれるから楽やからいいんですけども、まあその一応ね、その外に出たり人に会う時とかっていうのはですね、一応その先ほども言ったように、そのいろんな防護策で自分なりにやっていって、自分でね、身をね守って、そしてそういうことを知らない人にもちょっと教えてあげたりして、みんなで今の時期をね、体を守っていきましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。